はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はいね、最近その菓子パンやめて、正しい食生活といいますか、朝からお米ご飯食べて、納豆食べてってしてるんですけども、その最近その食事について新しい情報が舞い込んできたので、というのもまあ病院でもらった冊子に書いてあったんですけども、電子レンジでチンしたら案外いけるでって書いてあったんですよ。まあ食材といいますか、おかずによっては、まあ一回チンして、こうまた出して、お皿かき混ぜて、またラップして、もう一回チンし直すっていう風なのもやってくださいねとは書いてたんですけども、まあその一番嬉しかったのはご飯、お米ですね。お米です。お米炊飯器に炊いてやった、保温してやったやつは、またそのままお茶碗によそってチンしたらいけるよっていう風に書いてあったんで、あ、よかった、なんかこれでね、冷凍のご飯増えずに済むわとかね、レトルトの2分でご飯とかあるじゃないですか、そういうのを、まあ、買わずに済むなっていう風な感じで思ってて、まあ、それがやっぱ一番嬉しかったですね。まあ、でも基本的には調理して2時間以内に食べましょう、まあ、冷蔵庫とか冷凍するんやったらすぐに冷やして2日以内で、まだ取り出してチンして2時間以内にちゃんとチンして食べましょうっていう風なことは書いてありました。まあ、でもこれは今の僕の体で、渡された情報やと思うんです。なので退院直後の人とかやったら、多分こういう風なことまでは許されへんのかなと思います。もっと厳しめにね、しっかりご飯の設定とかをちゃんとしてしないと、まあ、食中毒であったりね、この体の拒絶反応であったりあるんで、まあ、もちろん今でもその生ものとか食べたらダメなんで、まあ、そこは一緒なんですけども、まあ、今僕の体での状態でそこまで許されてるっていう情報だったんですけどね。まあでもそういう風なところまで回復してるから、まあいいかなとは自分の中では、まあ、嬉しかったんですけども、まあ人それぞれあるんで、病気とかかかってる人はすいません、ちゃんと医師の相談をして素敵な食生活を送っていきましょうっていう話でした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。